よう、レンリー。キリト、ちょうどよかった。実は君にまた剣の修練に付き合ってもらいたくて。あ、もちろん付き合うぜ。それじゃあ行こうか。わかった。行け、総翼人。止められた。なんとか止めたが、危なかった。特訓を重ねるごとに鋭さが増している。凄まじい成長速度だ。いや、気持ちの面で力を発揮できなかっただけで、きっとこれがレンリー本来の強さなのか。今日はここまでにしておこうか。そうだね。だけどやっぱりキリトは強いね。僕ももっと頑張らないと。レンリは十分頑張ってるじゃないか。魔獣との戦闘もこなせるようになってきたし。キリトのおかげだよ。それにもっと強くなりたいんだ。だってまだ僕は総翼人の力を引き出しきれてないから。そう、まだ武装完全支配術を見たことはないんだよな。これもレンリが言う喪失感のせいだろうか。キリト先輩。ティーゼか、どうしたんだ。あ、レンリ様も。すみません、もしかして修練のお邪魔でしたか。いや、ちょうど終わったところだから大丈夫だよ。ティーゼさん。お邪魔でないならよかったです。あ、ティーゼと呼んでいただいて大丈夫ですよ。ティーゼは修剣学院で俺の後輩だったんだ。そうだったんだね。よろしく、ティーゼ。こちらこそよろしくお願いします。キリト先輩、ちょっと。なんだ急にひそひそ声で。レンリ様ってなんだかユージオ先輩に少し似てませんか。ティーゼもそう思うか。顔とかじゃなくてなんとなく雰囲気が似てる気がするんだよな。はい、柔らかい感じというか。何を話してるんだい。いえ、何も。それでティーゼは何か要件があって来たんじゃないの。あ、そうでした。実は魔獣討伐の依頼が入りまして、対応できる方を探していたんです。あ、そうだったのか。詳細は聞いてるのか。はい、3、4人で向かえば大丈夫とのことですが、キリト先輩どうでしょうか。もちろん行くよ。3人で向かおうか。レンリとティーゼは大丈夫か。
大丈夫だよ。はい、そうしましょう。もうすぐ魔獣の住処付近です。何でも用心深い習性らしいんですよね。騎士長曰く、遠い昔大貴族が侵入を防ぐために利用していた魔獣の蘇りだそうです。そうなのか。油断は禁物だな。ティーゼならその心配はないだろうけど。はい、期待に添えるよう頑張ります。そんなに肩に力を入れなくていいからな。いえ、これまでは守られてばかりでしたが、これからは自分が守る側になりたいんです。ロニエもすごく頑張ってます。私も負けないように変わらないと、強くならないといけないんです。気持ちはわかるけど、無理はしないようにな。魔獣との戦闘経験はまだ浅いだろうし。それはそうですけど。ティーゼの変わりたいって気持ち、僕にもすごくわかるよ。レンリ様。僕も同じように思ってる。今のままじゃダメだ。変わりたい。強くなりたいって。でも、レンリ様はすでに聖号騎士として任務に就かれていて、私よりずっと強いお方です。いや、近頃はキリとの協力もあって戦えるようになったけど、それでも僕はまだまだ弱いんだ。この神器の力を全て解放してあげられていないしね。そうなのですか。ああ、だから僕はいつか強くなって、守りたい人を守れるようになりたい。この任務では友達のキリト、そして一緒に戦ってくれるティーゼ、二人のことを必ず守ってみせるよ。レンリ様、今の目とても。目がどうしたって。もっとおしゃべりはここまでのようだぜ。こいつに間違いなさそうだな。ティーザー後方から支援を頼む。はい、よし、行くぞレディ。行くよ。行くぞ。
やったのか。まだ生きてたか。ずいぶんしぶといな。今度こそ仕留めるぞ。ああ、そうだね。私も援護します。なんだこのマジ、妙な動きを。一体何をする気だ。レディ、テイザーを連れて下がったよ。キリト、栄翔もスキル発動も間に合わないか。仕方がない。あっ、あっ、先輩。くそ、予想外だったな。そんな。僕も、僕が相手だ。しかし、あの魔獣にあんな力が。喋らないでください。ひどい怪我、すぐに治しますから。待て、まだ魔獣の攻撃は止まない。俺はいいから、レンリの援護に回ってくれ。でも…頼む。わかりました。ティーザー、来ちゃダメだ。ジェネレートクライオジェニックエレメント、フォームエレメント、シールドシェイプ。これで危険すぎる。君は下がっていてくれ。いいえ、私、レンリ様と一緒に戦います。ティーゼ、レンリ様、お願いがあります。お願い？しばらく私が魔獣の攻撃を食い止めます。だからキリト先輩を避難させてもらえませんか。ティーゼ、手が震えてるじゃないか。本当はあの魔獣が怖いんじゃ。はい、ものすごく怖いです。でも守るって決めたんです。ティーゼ、俺なら大丈夫だ。魔獣を倒すのを優先してくれ。ティーゼを守ると決めたんだろ、レンリー。ああ、そうだ。僕はもう何も失うわけにはいかないんだ。行け、総翼神。避けられた。今あの魔獣、総翼神を見ずに避けていきました。なんだって、
一体どうやって。見ずに避ける。視覚じゃなくて聴覚。もしかしてあの魔獣、音を聞いているのでは。確かに双翼人は特有のカサキリ音を出すが、じゃあどうすれば。ディゼ大丈夫か。当たれ双翼人。ダメだ、当たらない。すまない、君を守ると言ったのに。大丈夫です。あの魔獣、また空高く飛んだ。上空にいれば攻撃を受けないと分かってるんだ。私の防御も長くは持たなそうです。レーニ様、どうかとどめを。僕がとどめをできると思うのかい。攻撃が当たらないのに。できます、絶対に。どうしてそう言い切れるんだ。言い切れます。だって私さっき驚いたんです。私のことを守ると言ってくれたレンリ様の目が、私の尊敬する人にそっくりだったから。そんな理由で僕を信じてくれるのか。ディーゼ、まずい、剣が弾き飛ばされた。ディーゼを守ってくれ。来る、僕が、僕がやらないと。二人がキリト、ディーゼ、僕は君たちを守りたい。この手で。魔人がお前に問いかけているんじゃないか。問いかけるって何を。双翼人の力を本当に信じているのかと。もちろん信じてる。双翼人は本物だ。あんな魔獣に屈するようなものじゃない。攻撃は当たってない。それはお前が心の奥では限界と決めつけているからだ。違う、僕は限界なんて。だったらその思いを乗せるんだ。その翼人は必ず答えてくれる。その翼人を信じろ、レリー。僕はこれまで喪失感にとらわれていた。でも失ったものだけじゃない。今の僕には仲間がいる。キリト、ティーゼ、僕は騎士として二人を守りたい。だから力を貸してくれ、双翼人。僕の名前はレンリ、聖号騎士レンリシンセス27だ。頼む、双翼人。
ぱり僕は失敗作なのか。僕の翼は遠い昔に折れてしまったから。違うよ、折れてなんかない。この声誰だ。総翼人から響いてくる。諦めるな、レンリ。君は僕が失った誰かだ。名前も顔も何も思い出せない。でも確かに僕はその声を、その存在を覚えてる。失われてなんかいない。僕はお前と共にあるよ。さあ飛ぶんだレンリ、お前にならできるさ。ああようやくわかったよ。僕は片翼じゃない、誰かの思いと共にある。この手には守るべきものがある。僕の翼は折れてなどいない。僕はもう一度飛翔してみせる。目の前にある大切な命を絶えさせはしない。まだだ、追え総翼人。光がどんどん強くなって。美しさなんだ。片方の翼を失ったつがいの身長が互いを支え合い、空高く舞う伝説。まさにその通りだ。これが総翼人の力。いや、レンリの力だ。すごかったぜ。レンリ様、守っていただいてありがとうございます。僕が二人を守ったんだ。ひとまず怪我も治ってよかった。ああもうバッチリだ。レンリ様のおかげです。最後の技とても美しかったです。ああ思わず見とれちゃったよ。あれが武装完全支配術なのか。それが無我夢中だったからよくわからないんだ。でも最後に誰かの声が聞こえたんだ。とても懐かしくて温かい声だった。シンセサイズの秘技で忘れてしまったレンリの過去に関することだろうか。完全には彼が誰だったのかは思い出せない。でも彼はきっと僕が過去に失った存在だったんだ。そうか、レンリがわずかに思い出した記憶の残滓はおそらく悲しい記憶だ。だからこそレンリは心を閉ざし、長らく力を解き放つことができなかったのかもしれないな。彼は確かに僕の中にいる。そう思った時、不思議と総翼人が
肥沃の鳥に戻る姿が思い浮かんだ。肥沃の鳥、その双翼人の元となった互いの羽で飛翔する左と右の翼を失ったつがいの鳥か。うん、僕は一人じゃない。失ったものは僕の中にあり、これから守るべきものも確かに存在する。そう思った瞬間、双翼人が僕に答えてくれたんだ。そうして気づけば技を使えていた。なるほど、双翼人がレンリの思いに共鳴したのかもしれないな。うん、そうだね。二人にはいくら感謝しても足りないよ。キリト、大事なことを思い出させてくれてありがとう。僕と双翼人はもっと強くなれると分かったよ。ああ、そうだ。限界なんてないさ。ティーゼもありがとう。恐怖に負けず戦う君の横顔は本当に美しかった。あ、美しい？僕は何を言ってるんだ。ごめん、今のは忘れてくれ。なんだか恥ずかしいですね。でもありがとうございます。おいおい、いきなり俺の後輩を口説くとは、油断も隙もありませんな、レンリ殿。ちゃかさないでくれよ。冗談だよ。もっともっと強くなって二人を守れるようになると誓うよ。改めてありがとう。これからもよろしくね、キリト、ティーゼ。Thank you.